あと十何秒しかないんだけど。ああ。え、待って、めっちゃいない、めっちゃいない、めっちゃいるでしょ。どうも、上地です。どうも、白黒テレビです。はい、今日はですね、白黒テレビさんをゲストにお迎えして、こちらのゲーム、ゴリラのレクエム 3D をやっていきたいと思います。 2D あるんですかね。 2D あるのかな。聞いたことないんだけど、貞子 3D 的思想で、どうやらこのゲームはですね、なんか友達におすすめされまして、簡単にできるし、お前の大好きなキャラクターがいるよって言われたから、ちょっとやってみようと思ったんですけど、俺の大好きなキャラクターとか見当もつかないんだけど、ゴリラが好きなんですか。ゴリラ別に好きじゃないんだけど、ちっちゃい時から好きでしたよね。いやいやいや、ちっちゃい時知らないですけど。そうだろ、知らないだろお前。全然知らないです、ね。まあ、というわけでね、ちょっとそのキャラクターも探しつつ、このゲームクリアしていきたいと思うんですけど、やってやりましょう。このゲームはですね、3分の間に森にあるキノコを何個取れるかゲームですね。いっぱい取れば取るほど、なんかエンディング、まあ少なかったらまた別のエンディング、多かったら別のエンディングみたいな感じで変わるらしいんですけど、まあ、3分しかないです。はい、3分しかないんで、頑張っていきましょう。ゴリラにモテるらしくて、このゲーム主人公がゴリラがすごい向かってくるのを逃げながらキノコを回収すると。完全に目光ってるから、もうめっちゃ狙ってるからねこっちを。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。よいしょ。さてさて、やりましょうか。ゴリラにモテたいって思ったことないね。はい、こんな感じですね。で、目の前にキノコがあるので、これを回収していきます。なんかこういう建物の中とかってなんかあるのかな。積むんじゃないですか、そこ入ったら。本当？ダメかな。あっちにもキノコある。ちょっとこのゲームの感じは、某逃げま、森の中を逃げまくるゲーム見てますね。某ね。あのゲームも確かにこんな感じか。ヨシ P さんが。ヨシ N さんね。あ、ちょっとなんか音が。なんか音してる。怖いな。なんか来てる。あ、ちょっと音ちょっと怖い。なんか前になんかあるよ。お、あれがゴリラ。何これ。これ何？怖い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 。ちょっと待って。普通に怖い。ちょっと謎の恐怖感覚えてる。一匹かな、ゴリラは。知らないやつに追われる恐怖感ってある。あれゴリラなの、まず。なんかすげえ丸かったけど。ええ、いるぞ。待って待って、ちゃんとしたゴリラがいる。左から、あ、ゴリラ結構いっぱいいるんだね。ちょっと待って、何？てか、もはや左側のゴリラじゃねえの。あれなんだ？猿、猿なら何でもありなんじゃね。あんな笑い方するやついる？いやー。すげえ怖かったな。でも俺が好きなキャラクターってなんだろうね。つか俺全然動けてねえや。あ、あったあった。これちょっと操作難しいかもしれませんね。ね。方向転換が右左なんですよね。そうだね。本当に動き方で言ったらもう初代バイオハザードみたいな動き方。方向転換まっすぐみたいな。例えが分かりにくい。そう。いや、初代バイオハザードやったことある人はみんな分かるはず、ね。ああ、あれねってなるはず、ね。いやいやいや。初代バイオハザードやったら少くないでしょ。みんなピンときて。待て待て。なんとあと1分半ですよ。待て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 。なんだなんだ。これマントヒヒだ。ちょ、なんかめっちゃでかいのいる。めっちゃでかい。え、すごい格好。怖い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 。ちょっと怖い。ちょっと怖いな。待って、キノコ取るどころじゃねえ。なんかすげえでかい。え、なんかやばい。来てる。うわ、怖っ。あれに関しては猿なの。ちょっと怖い。あ、あれなんかどっかのアニメキャラクターで見たことある。トラ？は？待って。ゴリラの。これ待って、来てる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 。ちょっと待って、本当に本当にまだ15個しかない。あと1分、あと1分、死なずにいける、死なずにいける。またなんか増えた。あれ？あれ？俺が好きなキャラクターってこいつじゃないよな。おい、なんか親指みたいなやつに過ぎて。やばい。あれ、あれじゃないよね、俺が好きなキャラクターって。俺嫌いなキャラクター。まだ、ちょっと待って。岩ちゃん、ちょっと待って、めっちゃ嫌い。神神さんの好きなキャラとの感動の対面のシーンだから邪魔すんな、お前。逃げるぞ。好きじゃねえし。まず好きじゃねえし。え、待って、キノコがないよ。取り尽くしたんじゃないですか、ね、建物の中とかかな。16個何個が多いのかもよく分かってないから、最大いくつ取れんだった話ですからね。ね、最大何個あの生えてくるとかなのかな。いや、そんなもう来てない。いや、来てるんだろう。待って、来てる。うわー、ちょっと待って、あ、キノコあるし。顔怖えんだけど、マジで。これ何ザル？何これ、何ザル？ちょっと一回死んでみたい気持ちも。怖え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 。逃げよう。だってもうゴリラじゃねえのが。あと9秒。待って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 怖い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 、待て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 、何タコみたいな、なんかいる、なんかいるよ、これ秒数減る、待て、あー、もうゼロになっちゃったし、お疲れ様でした。ランク C。
クリア、コメットさん、少しはやるじゃない。期待のゴリラです。腹立つな。コングラチュレーション。期待のゴリラです。何期待のゴリラって。ランク C は多分相当低いですよ。悔しいな。もう一回やっとこうか。ランク C は相当低いけどな。キノコまだ奥の方にあんのかな。まだまだありましたけどね、見た感じ。じゃあ俺はランク A を目指して、うん、まあ、ランク A が取れるまでこのゲーム終われませんということで。じゃあもう気づいたら本当パート5ぐらいまでやってる可能性あるあるよ。はい、じゃあよっしゃ行こうか。はい、コンティニューしていきましょう。次こそ操作に慣れさえすればこんなゲーム楽勝だよ。死ななかっただけで俺はね、うん、嬉しい。一回死んでみたい気持ちもあるけど、うん、どういう死に方をするか。ちょっとね、どういうなんか本当にめちゃめちゃ向こうかったの。縦に切られて終わるみたいな。いや、そんな。まさかのゴリラ縦に切って終わるみたいな。あんなゴリラたちに追われてそんなグロいシーンがある。さて、さて。まあまあ順調に撮っていきましょう。この電車の謎ですね、はい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 。まずこれどういう世界観なんだろうね。なんで電車やなの、車なの、ひっくり返ってんの。ゴリラがひっくり返しちゃったからね。何レクイエムってどういう意味だっけ。魂を沈める、ね。ああ、なるほど。歌ですね。わかんないですけど。もう来てるけど。目がすげえ光ってんだこいつ。さて、キノコはどこにあるかな。まあまあまあ、あそこにあるね。さっき16個で C だったから、とりあえず20個以上は取らないと。まあちょっと操作にも慣れてきた頃ですから。そうだね。まあ1分間で10個はいい線じゃないですかね。あとただね、単純計算して30個取れますよ。まあたあればね。普通に、あったあ、岩の間に結構もういるね。こいつが怖いんだよな。なんかあのセルみたいな。こいつらしかもなんかさ、セル第二形態みたいな顔してる。セル第二形態あんなだっけ。なんかちょっとタラコクチュールになるシーンが。あ、感動の再会ですね。こいつら何なんだろうマジで。あー、ウサギちゃんたち。待って来て。なんか目の前にでっけえ山みたいなのあるけど、あれはもしかして、え、違うよね、ゴリラじゃないよねあれ。いや、さすがに。え、待って、ゴリラじゃね。待って、ゴリラじゃ。いや、あいつは多分でかくない。いや、あいつは多分ボスだから見てるだけ。いや、見てるだけ。動いてるよ。え、嘘。動いてる。あ、やばい。来てる。真ん中突っ切るとかすげえな。すごい。もうね、あの、ウサギたちで鍛え抜かれたこのね。もう目の前の。度胸。さて、あった。ここら辺結構ある。あ、でもさっきより行ったぞ。全然いいですよ。あと1分間で10個取れば30個いきますか。マジで30目指そう。まず見つからないんだけどね、キノコが。30でランク A だったら、この動画相当しょうもないことだ。相当しょうもないこと。そんなこと言うな。こいつの顔怖え、マジで。え、何こいつ、このボス。すごい、長いって。待って、挟まれた。あいつに道塞がれたら終わりだよ。いや、もうやばいよ。だよ、あれもうゴリラじゃねえだろ。あれもう何なんだろうね。領域超えてるよ。いや、もう、やっぱゴリラの中のゴリラ。たまにゴリラじゃないのも混ざってる。またちょっと違うの来てる、怖えな。あっちにもあるね。いちいち顔が怖えんだよな。くそ。あ、でもあと40秒ですよ。デスノートだったら人死ぬに死んでますね。お前だから例えがいちいち分かりにくいよね。なんでデスノート読んでる人は あれかとなんか。うわ、待って待って、怖えんだよ、さっきからなんか。何のキャラクター。とりあえずみんな猿だったら何でもいいみたいになってるけど。タコ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 。タコじゃないでしょ。タコじゃないでしょ。どう見たタコ。違うでしょ。待って、来てる。あれ、巨大ゴリラ来てなかったか。あ、つうか、もう、キノコ見つかんないんだけど。すげえ。あった。どこだ。そうさ、あ、ほんとだ、すげえ分かりにくいな。あ、でこれ積むんじゃない。あ、やばい。いや、大丈夫、全然あいつら。怖い、マジで怖い。待って、来てる。え、すごい来てる。大丈夫、あいつら乗らないから。待って。大丈夫、わー、なに。よっしゃ。取った、評価へ。もう、次に取っちゃった。評価、ゴリラマスター。よっしゃ、超嬉しい。2回目の挑戦でクリアということでね。ああ、さすが俺だね。お疲れ様でございます。はい、では、まあ、遊びはこのぐらいにしてですね。これに似たようなゲームがあるんで、それもちょっと一緒にやっていきたいと思います。じゃあでは1回カット。はい、ということでですね、引き続き、はい、次はこちらのゲーム、どんどん参りました。重曹。絶対怖くないですかこれね。怖そうに見えるけど、これさっきほどのゲームの作者さんとまあ同じゲームで、まあ内容も同じです。3分間こうキノコを集めて、あとなんか説明にはウサギが5匹ぐらい迷い込んでるらしいから、そのウサギを何匹回収するかによってエンドが変わると。またそういうパターンか。はい、今回追われるの、何に追われるかはちょっとよくわかんないんですけど、まあゴリラでしょうね。
ゴリラなのかな。また引き続きゴリラだね。いや、なんかこのオープニングを見る限りこいつなんじゃねえかっていう、うん、これは何なのかよくわかんない。怖いな、だとしたら、うん、ちょっとやだね。まあでもちょっとじゃあやっていきましょう。やっていきましょう。とりあえずやってね。今回は死ぬかもしれないんでね、さっきと違う。お願いします。はい、じゃあスタート。さてさてさて。うん、まあソースはね、さっきと、ね、さっきと同じ感じだと思うんで、ほらもう左下にね、俺の大嫌いなねウサギがあるから、そいつを多分回収するんだ。まあ見たことありますね。さて、あ待って、キノコ取れないんだけど。ん？キノコはただのオブジェクトだね。え？何？猫が鳴いたぞ。猫いんの？とりあえずだからキノコは今回取れないからウサギを探せばいいみたいだね。そうか、キノコはフェイクか。ん？猫の鳴き声、猫っぽいね。これ天井低く、ここな天井低いな。さてキノコを辿って今日はもしかしたらいるのかな。あ待って、いた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 。おー、さすが。あの動き懐かしいえ、こいつ触れればいいのかな。そんな感じで取れるの？え、ちょっと聞こえる？あ、なんか、持ってきた。うわぁぁぁぁぁ、なになになに、ちょっとなんだ。よく見てなかった。全貌見えなかったな。ちょっと見えなかった。そんな余裕はないよ。結構この追われるやつのデザインがうめいんだよ。ね。うめいって感じ。か、なんでこいつらさ、壁を透き通ってくんだよな。もう少しさ、こう、道に沿ってきてほしいんだけどね。うわぁ、なんだ、なんだあれは。待って、なんだ、つか何の声。どうしよう、これ、積んだりする？お？猫がいる。待って待って待って、ちょっとこの猫の人、あれ猫触れなかった、猫触れなかった。ちょっと待って待って、全然余裕ないんだけどつうかあと1分40秒しかないのにまだ1匹しか。え、やっぱキノコの先を追わないといけないのかな。待って、ね、待って、2体いたぞ。え、ゴリラと同じで、待って待って、真後ろに真後ろに真後ろにパニック待って、左にいた、左にいた。あ、新しい家だ。なんだここ。あ、外出たらなんかちょっと安心。え、どこにいんだウサギ。集められねえよ。あ、いない。あ、ゴリラが追ってこなくなった。ゴリラなのかよくわかんないけど結構バシバシ追ってくるな。ここ何？あ、いや、追ってきてる、追ってきてる。待って、ウサギが全然見当たんないんだけど。ちょっと超近くにいるじゃん。あ、向こうから来てる。どこにいるかなウサギ。あと50秒しかねえぞ本当に見つけられるのか。やべえな。あ、ウサギ5匹。もうなんか、あ、キノコ、キノコの先やっぱ追えばいるのか。奥なんか別の声です。なんだ今度は。怖えな。なんか結構単純なのにちょっと怖い。あ、いた、いた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 。お前が歌ってんのか。お前陽気か。生きてる生きてる生きてる。待て、本当にこれクリアできるゲームなの？なんか言ってんの。あと十何秒しかないんだけど。ああ。え、待って、めっちゃいない、めっちゃいない、めっちゃいるでしょ。なんか後ろから続々出てきてる。あ、もう終わるし。はーい。お疲れ様でした。もうゲームクリアおめでとう。奈落の生還者。3分という長い時間をこのゲームに費やしてくれてありがとう。お礼に夢にゴリラが出る魔法をかけておくからね。おい、なんでゴリラが出てくる魔法って。すげーこんな可愛いのにさ。やだよ俺、夢にゴリラ出てこられたら。まあウサギが出るよりマシなんだけどさ。いや、マシじゃない、うん、違う、ダメかな。はい、じゃあね、今回もじゃあいけるかな、ランク A になるまで終われませんっていうことで。まあ、とりあえず B を目指そう。あと1匹ぐらい捕まえれば B でしょ。まあまあまあ、5体集めたらランク A なんでしょうね、おそらく。でも結構フィールド広いっすね。思ったより広いし、3分という時間がどんだけ短いかっていう、ね。そうですね。さっきのゴリラとはわけが違いますね。本当だよね。ちょっと、なんか難しさが上がってるね。うん、キノコは鬼のようにいるんだけど。じゃあもう一回やっていきまーす。おい。またあのね、なんかザ・ラビットなんとかみたいにさ、道を覚えないときつい感じなのかな。こっち。とりあえず、なんかキノコの後を追ってるとウサギがいる感じなんで、キノコを探して、うん、なるほど。そこら辺に向かっていけばいいかな。天才ですね。天才。でしょ？あれ、もうキノコ見失った。あったあった。さてさて、どっちだっけ？さっき左だっけ？あ、いたいたいた。あったあった。
もうなんか聞こえるよ。マジか。どこ行ったキノコ？ここ。あったあった。いた。あ、本当だ。あ、倒れなかった。あ、後ろから。キノコがあるけど。後ろから奪還。右。ないかな。とりあえずキノコを見つければ勝ちゲーな感じがするんで、キノコを探そう。全然見つかんないけど。うん。で、ちょっとも、お、猫ちゃん。猫ちゃん。猫ちゃん何？猫ちゃんは触っても待ってる。なんか近くに。猫ちゃんがこいつの餌なんじゃない？あー、じゃあ俺は何？主人公猫みたいな。ちょっと待って。何言ってんのさっき。わあ！やってやって！あいつは一体何なの？何がいるの？本当に秒数が減っていくことにどんどん増えていくパターンのやつかな。いや、つか3分って短いね。もう1分半ですからね。やばいやばい。だって猫が、あ、こっちにも、あ、いた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 。よし、これ新しいシーン。これでに、でもこれ積んでないか。いや、大丈夫か。いや、開けられるか。急げ急げ。もう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 、あと1分しかない。猫がいる。猫は何なんだろう。猫は何なんだろう。触っても何もなかったけどね。人間の謎だ。解き明かされることはないんじゃないかな。いや、すいぞいぞいぞ。あいつどんな口してんの。マジでガが止まってんすよ。なんかそんな映画のパッケージあったの。なんだっけ。そんなのあったの。ありました。あ、いた。外国の映画ですね。よし、3体取った。あとは2体。キノコがめっちゃ、ぐるっと回って、キノコどこ？キノコが見当たらないんだけど。こっち行くか。もうどんどん奥に。あ、やばい。あ、何言ってんの。猫、キノコ、終わって、何て言ってんの。本当にここだ、ね、やばいやばい。あ、もうすごいいるよ、猫邪魔。あ、どこだ。4体はとりあえずクリアしたね。ここは来たっけ、さっき。ちょっと倒れている。あ、使わっと、もうないよ。お、聞こえる。近いぞ。どこだ、どこだ、どこだ。4体は痛い、行きたい。いや、もうない、ダメだ。ダメだ。マジか。あ、でも B。ゲームクリアおめでとう。3D 酔いは大丈夫？いや、いっぱい頑張ったね。よしよし。怖かった分、リフレッシュしていい夢見ましょう。ゴリラの夢だろ。お前がさっき呪いかけたんだよ。はい、冥界に挑みし者。なるほど。長州二病だな。ちょっとね、声かわいいのよね。まあね、言ってることはまあ、うん、あざとい。はい、じゃあもう一回やろうか。はい。で、どうしよう。作戦とか考えても意味ないよね。うん、まあ、キノコを追う。そうだね。ただキノコ、ただキノコを追う。追うゲーですよ。最初から後ろに何かあったりするのかな、もしかして。おー、あー、やっぱここなんかおかしいなって思ったんだよね。そか。さて、じゃあ、最初左曲がって左の方から攻めていって、左攻めたら、猫ちゃんもなんかヒントなのかな。いや、猫は多分ウサギの近くにいるぐらいのヒントじゃないかな。これなんか変なんか見たことあるな。そう、ここはね、ザ・ラビットハウスで俺は道を覚えることに特化したからね。覚えてるんですよ。来た。こいつさっきはなんで歌ってんの。さて、もう来てる。ペースいいですよ。ペースはいいんだけどね。ただどこに一回道に迷った時のタイムの散歩です。そう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 。ここら辺は、あ、当たった当たった。ここ初だね。ここ初だ。キノコ見失わないように。いや、もう見失った。もう見失った。もうねえぞ。あ、どこに行った。あんま離れない方がいいかな。右側だったかな。うん、来てる来てる。あ、当たった。あ、これで行った。これがさっき見た。確か。あ、で、左か。おし、離れてんだよな、キノコがいちいち。あ、ダーン。で、あ、奥に、あ、いた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 。で、奥にキノコがあるけど。オッケー。こっち。待って、どこにある。左か。こっちか。違ったかな。いやー、違うか。違うな。あと2体。
いや、さっきより1体ずつ増やしていきたいよ、俺は。もうあとまだ1分半あるんで。まあ、そうなんだけどね。近い近い近い。もうあいつに追われること自体はもうそんなに難しくないよ。何かと頑張って負けるから、ね。そうだね。やっぱね、ザ・ラビットなんちゃらのゲームはね、俺にいろいろ与えてくれたよ。敵からの逃げ方みたいなね。さて、さて、さて。あと1分しかねえな。やべえ。あ、猫。猫ちゃん。触れてもなんもない。あれ？どこだ？道に迷ったんだけど。やばい。あ、いるよ、近くに。どこにいる？どこにいる？いた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 。あと1体、あと1体。よし、いや、無理だな、あと30秒。いや、もう、なんか近くにいてほしい。わぁ。俺はお前に突っ込むぜ。正面から来た。あぶない。ショック、待て待て待て、うわぁ、うわぁ、挟まれてる、挟まれてる、本気出してきた、こいつら。ラビット4体取ったからな。あと一体どこ、近くにいないのかな。結構しんどいゲームだな。スタート地点に戻れば結構キノコヒントがあったと思うんだけどな。あと奥か、ちょっと待て、あと5秒、あと5秒。さっきこっちにいたやつかもしかして。あ、間に合わなかった。お疲れ様でした。あ、でも、取ったじゃん。全部じゃなくてもいいんだ。やるじゃない、なんか言ってる。あと1体ゲットで完全クリアだけど、もう少しだけ頑張ってみる？あ、けど 3D 用には気をつけてね。すごいいたわってくれんな。頑張ってみない。俺はもうこれで終わりだ。もうまあ4体取ってね。もうね、まあ、後で多分ラビットハウスと同様にね、上 C チャンネルから多分攻略動画出てきますから。いや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 、出さねえよ、もう。こんなんで出さねえから。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか、うん、?2 作品のゲームを紹介させていただいたんですけど。同時上映でね。うん、同時上映でね。同時上映で、うん。はい。まあ、これでね、皆さんにね、ゴリラの夢を見る呪いがかかったと思うので、皆さんで仲良くゴリラの夢を見ましょう。うん、では、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。それでは。